石戸明子のコミュニケーションアカデミー。今日も皆様の日常に笑顔あふれる、そんなコミュニケーションのヒントをお届けしてまいります。今日のテーマは話すことの可能性と面白さです。昨日の聞くことの可能性と面白さの続編ですね。と言いますのも、昨日出会ったある女性、ご結婚されてて20年、そして、10代のお子さんもいらっしゃるんですけれどもね、その結婚したきっかけっていうのが、旦那さんになったその彼を彼氏としてお母さんに紹介した時に、お母さんがすっごい喜ばれたんですって。その時は全然結婚するつもりもなかったらしいんですね。まだただこう付き合ってるっていう状態で、でもそのお母様がすごい気に入られたんですって。何をかっていうと、その彼氏の職業とか職業を気に入ったんですねそれはお母様にとっては、その彼氏の職業がもうこういう職業の人と結婚したらあなた一生安泰よっていう、そういうこうお考えをお持ちだったんですよ。だからもうお母さんはもう今まで生きてきた中で一番嬉しいっていうぐらい嬉しいって言われたんですって。でそれを聞いてしまったそのお嬢様ですね、その女性は、やっぱりお母さんを喜ばせたい気持ちもあったんじゃないかなと想像しますが、なんとなく流れで結婚することになったと。でもその夫のことを本当に好きなのか、好きだと思ったことがないって言われるんですよ。それはなかなか辛いですよね。20年結婚してて本当に好きだって思ったことがない。で、そこからですね、いろいろお話を伺っていったんです。そして旦那さんに本当はこういうことを思っているんですっていうことを、言語化して聞かせてくださったんですよね。で私はこうまるで旦那さんになったような感覚でね、彼女のお話を聞かせてもらってました。そうしたら、と思って、なんか聞いているとね、すごくその女性から旦那さんへの愛情を感じたんですよ。それで、今すごい愛情を感じたんですよねって申し上げたら、その彼女自身も、私もちょっと今話しててびっくりしましたと。自分の中にこんな気持ちがあったんだって。旦那さんに対して、気を使っていろいろと思ってること言えなかったりしてきたんだけど、これからはもっと言っていきたいし、そのもっと分かり合いたい、もっとそのつながりの質をね変えていきたいんだって、いいつながりを作っていきたいんだ、関係を築いていきたいんだって。ねえ、こうやってやっぱり相手に対して愛情があるからですよね。でその相手の方、男性にね、旦那さんに腹が立つこともいっぱいあるって言われたんですよね。だけどある方がまた言われたんですよね、その女性に。いやでも腹が立つってことは諦めてないってことですよねって。もし興味関心が本当に全くなくなったら、もう腹も立たないですもんねって。いや本当その通りですよね。だからその方が実際に旦那さんにこれを伝えになってみたらいいんじゃないですかって言ってね、できるかななんておっしゃってましたけれどもね。いや実際にそれ伝えられたら、こう次の関係性、次のフェーズに入っていくと思うんですよね、関係が。でそのやっぱり話すことってすごいなと思いました。だって20年ですよ、好きじゃないって思ってた旦那さんのことを、いざ心の中にあるものを喋って出してみたら、あれって、なんか愛情ありましたよね今そこにっていうのを、その場にいた人が本人も含めてみんな感じちゃったわけなんですよね。でもこれって出してみなかったらわからなかったことだと思うんです。中にあったらずっと、私は、ある意味お母さんを喜ばせるために好きじゃないのに、旦那さんと結婚して旦那さんのこと好きだと思ったことはないんだっていう考えをずっと信じた20年、で出してみなかったら、その考えを信じ続けてと思うんですよ
でも出してみたら愛情出てきちゃったんですよね。いやなんかね、その方のね目がすっごく綺麗な女性で、メガネしてても美しい方だったんですけど、あのメガネのレンズがね、あのあることがもったいないなって、すごく目がキラキラしてて、あの澄んでてね、なんかメガネ、ね、ないくてもあのコンタクトとかされてもいいのかななんて私はね思ったんですけれどもね。そしてね、またこんなこともおっしゃってたんですよ。ある意味その旦那がいなければあれもできるしこれもできるのにって、それでじゃあ何が旦那さんがいなかったらやりたいんですかって言ったら、えってなったんですよね、でも今おっしゃいましたよねって、旦那さんがいなかったらあれもできるしこれもできるしと思うんですって、じゃあそのあれとこれって何ですかって言ったら、ってなって、でもそこから、いろんな話があって少し時間も経った時に彼女から思い出しました、私実はやりたいことがあったんです、通訳をやりたいと思ってたんです、あもうすっごい英語が大好きとおっしゃっててね、あもうすごい素敵だと思うって、またその美しい目がねキラキラ輝いてるんですよね。あの結局自分が本当にやりたいことがね、最初は分かんないですとおっしゃってたんですけれども、その本当にやりたいことって分かっちゃうと、例えばですよ、あのもう分かっちゃったらそれをやれてない自分って苦しくなるじゃないですか。でも分かってなかったらある意味やれてないことってまだそんなに辛くないんですよね、ある意味辛いですけれどもね、それが分からずにこうなんか人生が一時停止みたいな宙ぶらりになっているっていう意味では辛いんですけど、分かっちゃったらもうやるしかないじゃないですか。でもその時にじゃあもしそれがね、なんか旦那さんと別れるとかね、なんかこう今の生活環境をガラリと変えるとかって、仕事を辞めるとかそういうようなことになって、今手にしているものを失ってしまうことになったらどうしようって思ったことありません？要するに変わりたいんだけど今手にしているメリットはプラスのものは手放したくないんですよね。でなんかマイナスのものだけおさらばしてプラスのものだけ手に入れたいって思うんだけど、なかなかですねそうはいかないもので、やっぱりこう変わる時っていうのはいろんなことが変わるんですよね、やっぱね部分だけを変えるとバランス悪くなるじゃないですか、整形手術とかでもどっか一部分だけ変えると結構なんかバランスが気になっちゃって、他も変えてあそこも変えてってやりたくなることが多いようにですね、今部屋にいて観葉植物ありますけど、じゃあ観葉植物1個だけをね、今うちに3つあるんですけど1個だけじゃあもうお返ししますとかってなったら、じゃあ2つはそのままでいいかっていうと、もともと3つあったところの2つだから、いやちょっとなんか全体の位置を見直そうかみたいなことになるじゃないですか。何の話でしたっけ。あそうそう、だからあれなんですよね、何かこう一部分だけを変えたい、つまりマイナスの部分だけプラスの何かと取っ換えたいと思ってもなかなかそうはいかなくって、ってなった時に気づくのが怖いっていうことって結構あると思うんですよね。それは裏を返せば言葉に出してしまうと、もう自分はそう思ってるんだっていうことが明らかになってしまうっていうことでもありますね。いやそんなわけで話すって本当すごい可能性があるなって改めて昨日思いました。もちろん誰かのお話を、聞かせていただくっていうのはその人を知ることができますよね。でも自分自身も実は話すことによって自分を知ることができるんですね、自分の心、自分がどんなことを感じているのかっていうこと、いやこんなこと言えないと思ってる人ことって結構あるかもしれませんが、本人にではなくともね、まずはそれを口にしてみる、言葉として出してみるっていうことをやると自分が見えてくるっていうことってあるんじゃないかなって思います。
まさにその自分のことを出してみてね、自分を知る、語る、そして超えていくっていうのが今回のマスタークラス第3期のテーマになっています。話す、聞くをじっくり半年間かけて学んでいきます。マスタークラス、今週末21日土曜日の夜8時から、現役のマスター生による説明会があります。彼ら自身がですね、一体マスタークラスでどんなことに気づいたり、どんな体験をしたのか、皆さんの質問にもすごくね、あったかく気軽に楽しく答えてくれると思います。21日土曜日夜8時からです。そして22日日曜日の夜9時からは、私西田明子がまた説明会と題して、さあ今度はどんなお話をさせていただけるでしょうか、ご参加いただけたらと思います。 Zoom でご参加いただける方は、参加費は無料となりますが、 Zoom のリンクなどをお送りするためにお申し込みをいただいております。詳しくは西戸明子コミュニケーションアカデミーホームページご覧ください。また放送概要欄にリンクもございます。そして21日土曜日のお昼は、東京でサロンド西戸を開催いたします。女性限定の対話の会でございます。まあ、ただ対話じゃなくて、美味しいね中華のランチもご一緒しましょう。残席少なくなってきております。ご参加お待ちしています。そして22日日曜日はワンデースピーチセミナー、こちらも東京で開催です。人と話す、自分の考え思いを伝える、ね、そこにあるブロックが外れたら、いろんなことが変わっていくんじゃないかなと思います。仕事においても、自分の思っていることを、同僚にも上司にもお客様にも自然に伝えることができる、まあ、当然仕事がうまくいくようになりますよね。恋愛だってそうです。家族関係だって、親子関係だって、お互いのことをより深く理解し合って、関係性がより有機的なものに、温かなものに変わっていくなって思っています。22日日曜日開催です。そしてマスタークラス第3期は10月25日スタート。お支払い方法など、どんなことでもどうぞお気軽に事務局までお問い合わせください。お待ちしています。